リコ大盛り。人間かそれとも獣人か、我々はジャングルの奥地に足を踏み入れた。果たして真実は。都会に現れたジャングル、幻の野生児を追えっていうテレビがあって、やっぱり探検隊って言えばジャングルだよね。冒険ワクワク。かすみちゃん、一人で奥に行かないで。カメレオン、どうしてこんなことに。ねえ、ここアリサの家だよね。いきなりどうしちゃったんだろう。とりあえず蔵の方に行ってみよう。チュチュ様、なぜ私たち隠れてるのでしょう。なんとなくよ。ってそんなことより、パレオ、対花園が入っていたあそこ、ポピポのシークレットスタジオよね。はい、チュチュ様。でも以前はこんな森、あの中にはプレシャスなヴィンテージ機材があるのに、こんな湿っぽいところに置いてたら、ロスオブザワールド、世界の損失よ。行くわよ、パレオ。はい、チュチュ様。うわ、ギター重い。アリサちゃんちの庭こんなに広かったっけ。もしかして同じところをぐるぐる回ってるだけなんじゃ。知ってる？コロネってコイルの力で必ず先っぽが北を向くんだって。あはは、うちのコロネに磁力とかあるわ。回った。そんな、まさか。止まらないね。チュパカブラの正体ってアルマジロだったらしいよ。そうなの？日が暮れてきたね。何この音。まさか首狩り族。あ、アリサ、アリサが危ない。カズミ。その時メンバーが見たものは、アリサ。危ねえ、ハサミ。ミミ、先についてたんだね。何や。アリサ、これって悪い悪い、最近の異常気象で一気に伸びちゃったみたいなんだ。いくら手入れしても終わらなくて。終わるの？まあ次までに何とかしておくよ。さあ練習しようぜ。お腹すいたね。そこからならあるよ。